事件の前日の夜、みきちゃんはなぜか母親にとてもまとわりついて離れませんでした。それはまるで近い未来、自分に起こる異変を感じ取っているかのようでした。皆さん、こんにちは、未解決事件捜査官です。こんにちは、未解決事件捜査官助手です。今日は宮城県川崎町で発生した誘拐事件についてだよ。多分、皆さんもよく知っている事件ではないかと思われる。テレビの公開捜査でご両親が出演したり、今でも一生懸命娘さんを探している事件よね。そうだね。いろんな番組でも取り上げられたし、いろいろと不可解なことが多い事件の一つだ。なので40年経過した今でも、事件は風化することなく、いろんなところで語られている。もう40年も前の事件なのね。でも、そういう感じはしないわ。この事件は最初は、ひき逃げではないか?と言われていたんだ。しかし、時間が経過するとともに、新たな側面が見えてきた。犯人だと疑われている男性にも、ちょっとした動きがあったわね。そうだね。犯人だと決めつけるわけにはいかないけれど、何か知っているのではないか、という人物だ。あと、残念なのは、事件が発生した地域の住民たちには、親族や血縁者が多かった。なので、警察に非協力的だったことだね。悪い風習の一つね。余計なことを言うと、親類縁者から嫌われるとか、そういう保身が働いて口をつぐむのだから。子供をさらわれたご両親、特に母親の立場になって、少しは考えてあげればいいのにね。そういう意味では非常に、腹立たしい事件でもあるな。血が繋がっていたとしても、悪いことをした人を、かばうのは良くないわ。かばうということは、犯人と同類ね。ということで今回は、宮城県川崎町に住んでいた、渋谷美希ちゃん当時3歳が、何者かに連れ去られた事件だよ。事件の概要、連れ去りに関する2つの説、そして犯人像、事件現場やうぷ主の推理などを交えながら、解説、考察していきたいと思ってます。皆さん、よろしくね。この事件は1983年11月1日の午後4時30分頃、当時3歳だった女の子、渋谷美希ちゃんが何者かに連れ去られた事件なんだ。美希ちゃんは保育園からの帰宅途中に行方不明になってしまった。おじいさんの車に乗っていた時に行方不明になっているのよね。神隠しだと言われている子供の失踪事件の一つだわ。みきちゃんの両親は共働きだった。それでおじいさんたちが、みきちゃんの世話をしていたんだよ。毎日、町立川崎保育園に、車で送り迎えをしていた。おじいさんたちと一緒に住んでいたのね。それだったら、ご両親も共働きはできるわ。そうだね、みきちゃんは、両親、祖父母、曽祖父の5人家族だった。おじいさんは、この件で自分を責めたり、責任を感じたでしょうね。そうだろうねー。この日もおじいさんが保育園に迎えに行って、みきちゃんは車の助手席に乗っていたんだよ。おじいさんは、途中で知り合いを見かける。それで道路脇に車を止めて、時間で言うと、2分から3分ほど、話をしていたんだ。しかし戻ると、すでにみきちゃんの姿はなかったんだよ。松岡信也くんの時も、ほんの数分の間にいなくなったって言うわよね。でも、本当にほんの数分だったのかと、私は思うのよね。こういう場合、意外と時間はもっと経過していたんじゃないかと、言われるよな。人の心理として、どうしても短めに考えてしまうと思うのよ、こういう事件の場合。もちろん、悪気なくね。ここがその現場なんだけど、見てごらん、こんなに見通しの良いところなんだよ。ここが現場なのね。ちょっと意外だったわ。周りには畑しかないし、
こんなところで連れ去っていたんだ。赤い丸をつけたところが、その場所なんだけど、今でもミキちゃんに関する看板が、立てられている。時間が経過した事件は、看板がなくなったりしているけど、大きな目立つ看板があるっていいわね。犯人はここを通るたびに、良心の呵責を感じたでしょうよ。ここでその後、交通事故があって、看板が一部壊れたんだよね。交通事故が起きやすい場所なのかしらね。ちょうど緩いカーブを曲がったところになるんだよ。これが逆方向から見た感じなんだ。延々と畑が続くような場所なのね。看板の手前に駐車できるスペースがあるから、おそらくおじいさんはここに車を止めたのかしら？それはわからないけど、昔の保育園と自宅の位置を考えると、車は看板がある車線ではなく、反対車線を走っていたのかもな。ここに3分くらい車を止めて、知り合いと話してて連れ去られるって、気がつかないものなのかしら？おじいさんは、道路脇から畑の方に、降りていっているんだ。そうか、車のそばで話していたわけではないのね。田んぼに知人がいた場所は、車から約25メートルも離れていた、と言われている。25メートルも。それなかなかの距離ね。またこの時、知人が脱穀機を使って、脱穀作業をしていたから、かなりの音がしていたんだよね。それで周囲の音は聞きづらい状態で、事件に関する音はかき消されていた、と言われている。脱穀機ってそんなに大きな音がするの？私は聞いたことないから、わからないけど。でも、事件のことが少しずつわかってきたわ。車から25メートルも離れていて、しかも騒音が鳴り響いている最中だったら、少々音がしても気がつかないわね。おじいさんは、ミキちゃんがいなくなったことから、すぐに知人と一緒に周囲を探したんだ。しかし、ミキちゃんはどこにもいなかった。それで大河原警察署に、通報しているんだ。何か、ミキちゃんに関するような、遺留品は見つからなかったの？車の中には、ミキちゃんの保育園のカバンと、帽子だけが残されていた。そして、助手席のドアが40センチほど、開いていたんだよね。じゃあ、退屈して自分で開けて、外に出て行ったのかもね。おじいさんは、車をロックしていなかったんだ。一応、友人と話す前に、ミキちゃんに車の中にいるようにって、言っていたらしいんだけどな。そうは言ってもまだ3歳でしょ？言い聞かせるには、まだ幼すぎるわ。この事件は、当初はミキちゃんが車から出て行って、交通事故に遭ってしまい、それで連れ去られたって、言われていたんだけどね。そうじゃないの？私はずっとそう思っていたわよ。もう一つ、別の可能性も出てきているんだけど、順を追って説明するね。事件当初、ミキちゃんに関する目撃情報も、いくつかあったんだ。当時この現場には、5人の大人がいた。ミキちゃんが車から降りて、その周りで遊んでいる姿が、農作業している人から目撃されている。また、農作業をしていた女性が、ミキちゃんが車から降りて、車の前に立って、おじいさんの方を見ていた、という目撃もあった。なるほど。子供は退屈してしまうから、数分でも目を離したらダメね。ましてや道路沿いだし、危険だわ。警察は通報を受けて、周辺を捜索開始。すると、車を止めた場所のすぐ近くに、6メートルにわたるスリップ跡が、発見されたんだ。そしてそこには、O型の血液型の血痕が残っていた。それはミキちゃんと同じ血液型だったんだ。状況的に交通事故よね。テレビの公開捜査でも、そういう感じで報道していたわ。退屈したミキちゃんが車から降りて、車道に出てしまい、車に轢かれて連れ去られてしまったという内容ね。警察も最初はひき逃げではないか、という捜査をしていたんだ。現場に怪しい人物に関する、
目撃情報もあったからね。それもテレビでいろいろと言われていたわね。二人組でしょ？そうだね。おじいさんの車から15メートルほど離れた場所に、黄土色をした車が止まっていたこと。そしてそばに、30代の男女の姿が目撃されているんだ。15メートルって、徒歩で10秒ほどの距離になるわよ。すぐそばだわ。他にも、事件直後、その黄土色の車が、400メートル先の路上で目撃されていた。猛スピードで走り去る姿を、対向車の運転手が見ていた。この状況だけ見ると、子供を引いて連れ去って、慌てて逃げているという感じよね。そうだね。そして現場にいた30代の男女は、翌日に別の場所で、別の人物によって目撃されているんだ。それは11月2日午後5時ごろ、近くにある別荘地だった。そばには、黄土色の車が止まってて、トランクを開けたりして、不審な行動をしていたんだよ。その別荘地ってどこら辺なの？目撃した人が、みきちゃんの捜索に参加していた、同じ町内の人だった。そう考えると、川崎町からそんなに離れた場所ではない、と思われる。川崎町はスキー場がある蔵王まで、車で30分ほどの場所だから、その周辺だろうね。蔵王の近くなのね。あの辺りは確かに別荘が多いわ。そうすると、川崎町内の別荘地に該当するのは、この辺りかな？随分、廃れた感じの別荘地ね。下村まなみちゃんの、ヒルガの高原キャンプ場の周辺も、こんな感じだったわ。今の別荘地はこんな感じのところが多いよね。バブル期の残骸のようになっている。ここは、そば大きめの道路が走っているし、怪しい二人組はこの辺りに、潜んでいたのだろう。ここで男女は何をしていたの？まさかみきちゃんを、隠そうとしていたのかしら？その町内の人は、この二人に事情を聞くために、近づこうとしたんだ。すると、男女は慌てて黄土色の車で、立ち去っている。即座に町内の人は、警察に通報。そしてこの周辺に、みきちゃんが隠されている可能性を考えて、警察犬を連れて捜索するんだけど、見つからなかった。事件直後、黄土色の車が、400メートル先の路上で目撃されていた話したよね。そうね、猛スピードで走り去った車が、目撃されていたわね。その車を運転していたのが、この川崎町出身の31歳の A、という男だったことが判明したんだ。それでこの A は、みきちゃん連れ去りについて、何度も警察に呼ばれて事情を聞かれているんだよ。どうやって、警察はその31歳の男を特定できたのかしら？目撃情報以外にも、警察は車両を調べていたんだ。宮城県内には、黄土色の乗用車が、当時約7万台あった。警察はそのうち柴田郡内の、2400台を特定した。そして川崎町内にも、アリバイがない該当車両が判明して、A が捜査線上に浮かび上がっている。なるほど。その A って人、なんだか怪しいわね。どういう人なの？宮城県大河原町で飲食店をしていて、それでこの日、酒屋だった実家に、お酒の仕入れに来ていたらしい。その酒屋って、現場から近いのかしら？そうだね、みきちゃんに関する看板があったけど、そこからは近い場所だよ。その酒屋はみきちゃんの家からも近くで、1キロほどしか離れていない。またこの家は、みきちゃんのお父さんの、同級生でもあるんだ。小さな集落だから、町のほとんどが知り合い、っていう地域なんじゃない？でも、同級生というのは、ちょっと気になるわね。しかもこの家は、みきちゃんの失踪当時に乗っていた、黄土色の車を処分しているんだ。売却したり廃車にしたりしても、どこに車があるのかは追えるわよね。それが警察が探しても、その車は見つからなかったんだ。警察は A に対して、車のことを、
もっと追求すべきだったわね。この事件は、黄土色の車がキーポイントね。そしてその重要人物の A は、行方がわからなくなってしまうんだ。実は事件発生直後に、渋谷さん宅へ身代金要求の電話が、かかってきていた。それで警察は、誘拐という線でも捜査している。そうなんだ。でもこういう事件って、よく便乗犯が電話してくるわよねー。あと、いたずら電話もね。その後、具体的な金額などの電話がなかったため、この電話の人物を、犯人と特定することはできなかった。そうやって、警察は捜査を続けていたんだけど、再検討の結果、別の可能性が浮上したんだよ。それはこの事件は、ひき逃げではないのではないか、というものだった。でも現場には、スリップ跡や血痕が残っていたのよね。それがスリップ跡について調べると、これは以前からあったという話が、複数の証言が出てきたんだ。そういえば、看板のところに事故で車が、ぶつかった跡があったわね。この場所は、事故が起きやすいのかもしれないわ。そして血痕に関しては、実はちゃんと調べたのは、事件翌日だったんだ。事件直後にあった血痕は、何だったのかしら？おそらくだけど、血痕のようなものがある、ということだけを認識しただけだったようだ。ちゃんとそれが血痕かどうかは、翌日に調べて判明していたんだ。翌日に血痕を調べたんだ。まあ、事故があったのは、夕方の4時過ぎだったからかな。でも、警察の初動捜査が、ちょっと問題あるわね。それで警察は、これは交通事故に見せかけた、誘拐事件の可能性があるということで、そちらに重点を置いて捜査を始めている。犯人たちが、交通事故に見せかけたの？だとしたら、わざと事前にスリップ跡をつけたり、血痕を事故の後に残して、工作したってことなの？さすがにそれはないと思うんだよね。警察が交通事故だと思って捜査して、何かの情報があって誘拐に、方向転換しただけじゃないかな。そもそも交通事故だったならば、当時おじいさん、そして田んぼにいた人含めて、5人の人間の誰かが気がつくと思うんだ。いくら脱穀機の音がしていたとはいえ、6メートルのスリップ跡がつくような場合、急ブレーキの音は聞こえそうよね。そうだね。この事件の難解なところは、そこなんだよ。でも、誘拐の線を考えても、渋谷さん一家は他人に、恨まれるようなことは、見当たらない。みきちゃんは人見知りする女の子で、誰かが連れ去れば、騒いだり泣き叫ぶはずだろう、と言われている。交通事故説と誘拐説が、交互に出たり引っ込んだりしていたのでしょうよ。渋谷さんの一家、特にお母さんは、ずっとみきちゃんの帰りを待っている。夜に外で物音がすると、誰かがみきちゃんを返しに来たのでは、と思って毎回懐中電灯を持って見回っていた。雨が降ると、みきちゃんが雨で濡れているのではと、傘を持って外を見回っていた。犯人たちは、なんて罪深いことをするんでしょうね。自分たちにも親がいて、親子の絆を知らないわけでもないでしょうに。そしておじいさんは、みきちゃんの帰りを待ち続けながら、2012年に他界してしまったんだ。はっきりと言うと、うぷ主はこういう心霊調査は、あまり当てにならないと思っているらしい。ほとんどの人がそうなんじゃないの？ただ、迷宮入りしてしまった事件に関しては、こういうものを試してみるのは、いいかもしれないわね。実際、四国のお坊さんで、女子高生の遺体の場所を、一発で当てた人がいたしな。あの人はすごかったわね。でもそのせいで、警察から疑われたらしいけど。この事件を投資したのは、アメリカのハリウッドに事務所を構えている、ジム・ワトソンという人物だ。まあ、ワトソンのことは、今でも知っている日本人も多いだろう。
キャンドルとかクリスタルを使って、あまり大げさな投資はしない感じの人よね。他のウプ主の動画にも、この人が投資した事件を、紹介しているけど、なかなか鋭いのよ。2000年前後の公開番組で、ジム・ワトソンがこの件を投資しているんだけど、確かにちょっと興味深かった。彼は、ミキちゃんは生きていると言っていた。二つ隣町の柴田町の自衛隊駐屯地近くにおり、犯人は自分の子供として育てていると言っているんだ。柴田町って映画やっていた大河原町の飲食店の隣になるわね。そうなんだよ。事件発生の川崎町から南に大河原町、南東に柴田町と並んでいる。投資なので何とも言えないけど、私はミキちゃんは生きているように思うのよね。ただ、人の子供を連れ去って、自分の子供として育てるっていう神経が恐ろしいわ。まあ、もし、それが本当ならば、子供ができなかった、反社夫婦とか、そういうのかもな。では、ここでウプ主の推理を紹介するよ。まず最初にウプ主が言うには、事件のキーポイントになっているのは、二人組の男女ということなんだ。そして、この事件は三つのパターンがある。飲食店経営者の31歳の男 A による引き逃げ、または誘拐。30歳前後の男女二人組による引き逃げ、または誘拐。飲食店経営者の31歳の男 A と、30歳前後の男女二人組が、結託した誘拐。黄土色の車は、A のものである可能性が高いので、どちらにしろ、この男も関わってそうね。まず、飲食店経営者の、31歳の男 A による引き逃げ、または誘拐。現場でスピードを出している、黄土色の車が目撃されている。次に30歳前後の男女二人組による引き逃げ、または誘拐。この男女は事件現場で目撃され、翌日、別荘地でも目撃されている。そして、黄土色の車に乗っていた。ちょっと思ったけど、30歳前後の男女の男の方は、A の可能性はないのかしら？現場でも、別荘地でも町内の人が二人を見ているし、別人だと思うよ。A だったらすぐわかるはずだね。そして最後の、飲食店経営者の31歳の男 A と、30歳前後の男女二人組が結託した誘拐。ウプ主は、この事件はこれではないか。と言うんだ。A と男女が結託しして、計画した誘拐事件だと、推理している。事件があった時、15メートルほど離れたところで、黄土色をした車が止まっていて、そばにこの男女が立っていたのよね。A はこの時どうしていたのかしら？ A はすでに車の中にいたんだよ。おそらく運転席に座っていたんじゃないのかな？そしてその後、猛スピードで運転して目撃されている。なるほど。ではミキちゃんはその時はどこにいたのかしら？男女が目撃された時は、すでにミキちゃんも車の中にいた。まさに、三人が逃走しようとしていた時に、目撃されたと見ている。肝心な誘拐の瞬間を見ていた人は、いなかったってことなのかな。残念なことだけど、一瞬の隙を見て、さらっていったんだと思う。おじいさんの車と、黄土色の車の間隔は15メートル。おじいさんたちは畑の中にいたし、周りには脱穀機の音が響いていた。もしかしたら、誘拐を見ていた人も、いたかもしれないわね。最初に言ったように、住民のほとんどが親類縁者だから、そういう肝心なことになると、口をつぐんだ人もいただろう。そういう人たちも、犯人と同類だよ。ということは、この事件は計画的に、ミキちゃんを誘拐したってことよね。この男女というのが、もしかしたらミキちゃんをさらって、それに協力したのが A、ということかもしれないわ。普通誘拐するってことは、身代金要求とか、北関東で発生した、女の子の連続誘拐事件のような、結末の事件が多い。
しかし、この事件は男女が何らかの理由で、ミキちゃんを連れ去ったのではないか、ということなんだ。まるでジムは塗村の投資のように、自分たちの子供として育てているのかもね。ウプ主もミキちゃんは、生きていると思っている。なぜかというと、犯人たちは交通事故を、偽装したと疑われている。本当に交通事故だった場合、わざわざ交通事故の偽装などしない。本当に交通事故だった場合、交通事故ではないように、偽装する。この事件は誘拐が目的だったから、交通事故であるかのように、偽装したということなんだ。ということは、生きているんじゃないかって、ことなんだよね。なるほどね。どうしてもミキちゃんを、誘拐したい理由があったということね。これは、あくまでも推測だけど、男女にお金をもらって、ミキちゃんを誘拐したのではないかな。ミキちゃんの父親と同級生ということもあって、渋谷家に可愛らしい女の子が、生まれたことを知っていた。いつもおじいさんが、送り迎えするルートを把握してて、チャンスを伺っていたのだろう。ルートを把握していたとしても、こうもうまくいくのかしら？実は、ミキちゃんの家は、現場から近いんだ。保育園の送り迎えは、この道以外を通ることは考えられない。というか、この道以外にまともな道がない。同じ町内で何か知っている人は、今からでもいいから証言してほしいわね。特に車の件とか。おそらく、A の車はどこかに埋めたか、海に投棄したのではないかな？どちらにしろ、A は新しい車に変えているし、古い黄土色の車が見つからないのは、おかしいからね。なんて罪深いことをするのだろう。ウプ主が言うには、この誘拐事件には、他にも同じ町内で関わっている人が、いるのではないかと言っている。というのも警察が、この事件は交通事故を偽装したとして、再捜査し始めたよね。これの意味するものは、それなりに偽装に関して、根拠があるということなんだよ。何か異質なものを感じたのだろう。この集落って、得体の知れない根深いものがありそうね。ウプ主は、時間は経過しているけど、探偵事務所とかに依頼した方が、良かったんじゃないかという意見なんだ。何か知っている人もいるだろうし、突然子供ができた不自然な夫婦の噂とか、ないものかね？この A という男は、行方知れずになっているんでしょ？そうみたいだね。おそらく配偶者の方の名字に変えて、普通に生活しているんじゃないかな？消されたとか、そういうのは可能性が薄い。それだと事件化されて犯人にとって都合が悪い。身内とは連絡を取りつつ、悪いことしたから、逃げ隠れしているんだと思うよ。この事件は、世間で知れ渡っているし、事実を解明してほしいわね。ということで、今回はここまでにするよ。また何かあれば動画にしたいと思います。では皆さん、またね。